愛菓子と保育士の夫婦デュオリズミカルガスの雑草男ダンダンパンタカちゃんでございます。本日も虹色動画張り切ってやっていきましょう。紫色草みんなで介護予防、無理せず楽しく活性化。はい、本日のテーマはですね、のー生き生き認知症予防使える指体操大全集ナンバー6。本日ドドッと5000行ってみたいと思います。はい、今日もですね、第2の脳、指先をしっかり動かしまして、脳の神経細胞と神経細胞をポン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 、どんどんこう結合させていって、脳に血流をわっと流し込んで、脳生き生き活性化、若返らしましょうね。認知症の危険因子、引きこもり、運動不足、この二つがね、リスク要因と言われておりますので、ぜひね、このいろんな地域で、介護予防サロン、触れ合いサロン、生き生きサロン、シニアの方々が集えるね、その交流会がね、もう活発に行われて、ね、シニアの皆さんがもう生き生き、こう人生をね、わっと謳歌できるね、もう活気ある社会、ね、そういうのがね、なればいいなと思っております。その際に、ぜひともね、タカちゃんのスマイルアクティビティ使ってみてください。今日も、どんどん行っちゃいましょう。活性化！手のひら、パズル体操。はい、一つ目はですね、手のひらをパズルに見立ててやる指体操でございます。まず、大きくファッと開いてください。そして、それをですね、こう、お祈りするポーズのように組み合わせます。ガシャーン、一本ずつね、こう、挟んでいきます。ガシャガシャガシャって、こういう感じでね、噛み合わせていきます。はい、お祈りのポーズ取りまーす。はい、この時にですね、親指、今、タカちゃんね、左が、上に来てます。はい、これを覚えといて、一回離します。離して、ちょっとずらして、もう一回、ガシャーン、ドッキング。この時に、今度は、はい、右が上に来てます。このように、パズルを組み合わせて、離して、ずらして、組み合わせて、交互にやっていくんですけども、その時に、親指を、右と左、交互にこう変えていくんですね。微妙に。あ、こっち結構難しいんですよ。ポイントはですね、しっかり、こう指を、大きく、わっと開くことですね。そうすることによって、成功率が上がってきます。これが、この、指の股の開きが緩いと、こうガシャーンってこうなって、間に入らなかったり、こう、二本のま、一本、一個の股に二本入ってしまったりとかね、なかなかうまくいけませんので、しっかり指を開く。ね、このしっかり指を開くことによって、脳の活性化にもね、効果的でございますから。そしてもう一つポイントは、この、祈りのポーズに、パズルがガシャーンと組み合わさった時に、一回ぐーっと、この、指を挟んで、指、一本一本の側面をぐっと刺激します。ね、こうすることによって、手の指にはね、いろんなツボ、反射区がありますから、その反射区を刺激して、体中のね、血流を良くしていきましょう。特にこの指一本の側面ね、ここの刺激なんてなかなか普段、はい、入れることができませんから、とてもね、いいね、血流アップ効果が期待できると思います。さあ、それでは、まず、大きくパーと開いて両脇にセット。さあ、それではまず一つ目パズル組み立てます。ガシャン、いくぜ、せーの、ガシャーン。はい、祈る、はい、一回離す。はい、今度ずらす。このさっきと違う親指が上に来るようにドッキングしますよ。せーの、ドッキング、祈る、離す。はい、今度逆にずらす。はい、ドッキング、カシャーン、祈る、はい、離す、はい、ずらす、っていう感じでね、ちょっとテンポよくいきましょうか。はい、それではもう一度両脇に大きくパーと指先を開いてセット。それでは10回ぐらいいきます。8回ぐらいいきます。せーの、ドッキング、祈る、離す、ずらす、ドッキング、祈る、離す、
ずらす、ドッキング、祈る、話す、ずらす、ドッキング、祈る、話す、ずらす、ドッキング、祈る、話す、ずらす、ラスト、ドッキング。さあ、人生100年時代、これからも生き生き若々しく生きれますように、祈る。続いていきましょう。んーどん。指先、トントン体操。はい、まずはですね、手を開いて、指先、親指、人差し指、それぞれね、右手と左手の指先をね、こう合わせていきます。で、この、前、紙風船、指体操でしましたね。このボール状にします。はい。これはですね、今日の指体操は、こう、繊細な動きと、指の器用さ、ね、高知性、この辺をね、アップさせていきたいと思います。さあ、この紙風船状、ボール状を作りまして、この後、優しく、トントンしていきます。まず、親指から、トン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 。1、2、3、4、5、6、7、8。次、人差し指。1、2、3、4、5、6、7、8。中指。1、2、3、4、5、6、7、8。こっから難しい。薬指。1、2、3、4、5、6、7、8。小指。1、2、3、4、5、6、7、8。おー！ OK、いきましたでしょうか。さあ、次ですね。さらに難しいです。今度は、親指から順番に、一個ずつゆっくりでいいんで、親指、人差し指、中指、薬指、小指、小指、薬指、中指、人差し指、親指と、順番に親指から小指まで、トントン、行って戻ってくる。ほう、一回ブラブラ。さあ、行きますよ。はい、もう一度合わせます。それでは行きます。親指から小指、小指から親指に戻ってきます。指先トントン体操です。せーの。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。OK。この繊細なタッチが、ね、軽やかに、トン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 トーンといけてきましたら、少しね、強めにやってみましょうか。そしたら、回数も増やして、3回ずつ、親指から3回ずつ、小指まで行って、また小指から3回ずつやって戻ってくる。それを強めになります。せーの。1、2、3。人差し指。1、2、3。中指。1、2、3。薬指。1、2、3。小指。1、2、3。もう一回小指。1、2、3。薬指。1、2、3。中指。1、2、3。人差し指、1、2、3、親指、1、2、3。ほー！いやー、これは難しいですね。特にやっぱりね、いつもね、指体操で苦戦するのが、この、中指から薬指、小指あたり。ね、このあたりになってきますと、もうこの綺麗なボールがね、崩れてきて、もう、薬指にこう集中してね、もうここら辺がね、尖ってきたりね、なんか、大変なことになりますけども、それでいいんです。ね。なるべく丸い、このね、紙風船の状態を維持しようという意識のもと、こうやって、ああ、できひん、いいってなる。この、いいってなる瞬間、これがそう？活性化。はい、本日も指先トントン体操そうで、脳が活性化しましたね。さあ、次行きましょう。ティカン！ 1、2と3、指体操。はい。これは定番の数え歌の指体操ですね。まず使う指体操は、もう順番にね、1、2、3、4、5。これだけ。1、2、3、4、5。これ順番にね、こうやるだけなら簡単なんですが、今日は、それに、数え歌を合わせていきます。その数え歌の数字にこの指体操を合わせていくので、順番がゴロンゴロ変わるんですよ。歌は、おなじみの、これですね。聞いたことあると思います。一分歌ってみますね。1、2と3、2の4の5。3、1、2の4の2の4の5。はい、これです。もう一回、ちょっとテンポアップで歌いましょう。さあ、一緒に歌いましょう。せーの。1、2と3、2の4の5。3、1、2の4の2の4の5。はい、これに指体操を合わせていきます。まずはゆっくりいきましょう。
せーの、1、2と3、2の4の5、3、1、2の4の2の4の5。おぉ、これ、むっちゃむずいやん、これ。まあね、最初は難しい。ゆっくりでやっていく。ゆっくりで慣れていくと神経系が繋がっていく。繋がってきたらテンポアップしていく。ね、テンポアップしていくとまた難しくなる。そしたらまた、このちょっと難しいラインが脳活性化にちょうどいいんで、テンポアップするとまた難しくなる。そうするとまた脳の活性化率が上がっていく。ということなんで、さあ、少し、もう一回言っとこう。もう一回言って、その後テンポアップを2段階ぐらいやって終わりたいと思います。はい、それでは、1、2と3、指体操、いきます。せーの。1、2と3、2の4の5。3、1、2の4の2の4の5。オッケー、ちょっとテンポアップ。せーの。1、2と3、2の4の5。3、1、2の4の2の4の5。あれ、俺もうこれ以上あかんぞ。これ以上あかん。皆さんまだいける？さあ、ラスト、もう一段階気を上げていきましょう。せーの、1、2と3、2の4の5。さあ、1、2の4の2の4の無理やったー。さあ、次行ってみましょう。できなくていいです。できないとき、それがそう、活性化している状態だ、ドン！超、グーチョキパー体操。はい。以前やりました。グーチョキパー体操ね。あの、とってもこう、軽快なリズムに乗ってグーチョキパーを出す体操。これでしたね。グーチョキパー。グーチョキパー。グーチョキ、グーチョキ、グーチョキパー。ねえ、これも軽快、このグーチョキ、グーチョキのこのあたりがね、もうリズムが乗ってきてね、ぐんぐんこう気持ちもね、乗っていく、とてもね、僕も気に入ってるグーチョキパー体操なんですが、今日はそのリズムをそのままに、この体操はそのままに、そこに一人じゃんけんの要素をドッキングした超グーチョキパー体操となっておりますので、かなり難しいです。かなり難しくてもう、途中でね、できない、になります。なので今日も活性化率期待できますよ。はい、まずですね、まず右手。右手は先ほどのグーチョキパー、グーチョキパー、グーチョキ、グーチョキ、グーチョキパー。ずっとこのリズムを刻みます。そして、この脱出に対して、左手は同じリズムなんですが、全部この脱出に勝つように出していきます。難しいでしょ？ゆっくりいきますよ。せーの、グー、チョキ、パー。グー、チョキ、パー。グー、チョキ、グー、チョキ、グー、チョキ、パー。ね。全部今、この出し手に全部勝ってたでしょ？できたー、よかった。はい。次。これを、もう一回やっとく、もう一回やっとく。ね。はい。同じく右手はグー、同じリズムで、じゃんけん体操して、それに全部左手で勝っていきます。せーの、グー、チョキ、パー、グー、チョキ、パー、グー、チョキ、グー、チョキ、グー、チョキ、パー、オッケー。いやー、これはいい脳トレになるわ。そして、こっからさらにね、2段階ぐらいレベルを上げることができるんですよ。まず、左右入れ替えます。今度は、左手を、グーチョキ、パー、グーチョキ、パー、グーチョキ、グーチョキ、グーチョキ、パーのリズム、キープ。この、ね、手に全部買っていく。ので、その同じやり方なんですが、左右入れ替える。これだけでもかなり難しいですよ。はい、せーの。グー、チョキ、パー。グー、チョキ、パー。グー、チョキ、グー、チョキ、グー、チョキ、パー。あれ、いけてた？むっちゃむず。ちょっと、もう一回待って。ちょ、ゆっくり行こう。はい。左手に全部勝ちます。せーの。グー、チョキ、パー。グー、チョキ、パー。グー、チョキ、グー。あれ、グー、チョキ、グー、チョキ、グー、チョキ、
パー。うわー、全然わからんなる。今、タカちゃんの脳がね、ブワーッとオーバーヒートしてました。うわー、なった、いいなった。それがそう、活性化。これは活性化するでしょう。皆さんもどうですか？むっちゃ難しくないですか？でも、世の中ね、すごい人いっぱいね。70、80になってもね、こんなをさらっとやる人がね、何人かはいるんですよ。なので、さらにレベルアップしまーす。はい、次はですね、もう一度戻って、はい、右手でグーチョキパー、グーチョキパー、グーチョキ、グーチョキ、グーチョキパーのリズムを継続して行います。これに対して、左手、ずっと負け続ける。ほら、もうこれなんです。今まで勝とう勝とう思ってたのに急に負ける。やってみましょう。せーの。グー、チョキ、パー。グー、チョキ、パー。グーチョキグーチョキグーチョキパーカーン、できない、惜しかったな。皆さんどうですか、できましたか？ちょっともう一回、もう一回やっとこう。これもう一回やって、もうできてもできなくても次の体操いきます。はい、右手のじゃんけん体操にずっと左巻き続きます。せーの、グーチョキパー、グーチョキパー、グーチョキグーチョキグーチョキパー、なんとかいけた。はい、皆さんもね、いいとなりながら、脳を活性化しながら、できなくてもいいです。次行こう、次、次だ。ピンピン指弾き体操。はい、大全集ナンバー6の本日最後ですね、第5戦目ということで、前回の超じゃんけん体操が難しすぎて、それが難しすぎたんで、今日のも結構指先のいいトレーニングになるんですけど、今日のはね、簡単に感じますね。ラストはちょっとね、軽快に楽しく終わりましょう。おはじきをする時のあのパーン、指はじきね、おはじきをパーンと弾く、あの動作です。それを順番に、人差し指から中指、薬指、小指とやっていく体操でございます。そしたらまず両手一緒に、あ、今日はもう全部両手一緒でいきましょう。はい、まず人差し指から弾きます。せーの、ピン。今度中指、せーの、ピン。次薬指、せーの、ピン。はい、最後小指、せーの、ピン。 OK。 少しね、できるようになりましたら、テンポを上げたり、力強さをピーンってね、おはじきでも、遠いところのはじきを当てるために、パーンとね、力強くやる必要がありますから、力強さアップでいきましょう。スピードそのままで、力強さアップでいきます。はい、人差し指から、せーの、ピーン。中指、せーの、ピーン。薬指、せーの、ピーン。小指、せーの、ピーン。オッケー、次はそしたらスピードアップ、はい、ピン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 でいきます。せーの、ピン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 。はい、もう一回いきますよ。人差し指、中指、薬指、小指、連続でテンポアップで、せーの、ピン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 。オッケー、そしたらピン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 でいって戻ってしましょうか。テンポアップで、力強さはそんなに緩めていいんで、テンポアップでいきましょう。せーの、ピン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 。お、難しかった、ごめん。皆さんできましたか？これちょっと難しいですね。テンポ上げて、いって戻る。小指が2回挟みます。せーの、ピン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 。オッケー、いけた。はい、もう一回、せーの、ピン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 。おー、テンポ上げるとやっぱり難しいですね。はい、そんなことで、指弾き、ピンピン指弾き体操で、最後ね、本日5戦目終了なんですが、これでね、ちょっとおはじきでもやってみようかと、ちょうどね、今日は介護予防サロンに来てるから、そのメンバーとやってみようかっていう風なね、流れになんかなったらね、より嬉しいなと思っております。さあ、どんどん進めております。タカちゃんのスマイルアクティビティ、脳トレ指体操編でございますが、どんどん様々な介護予防アクティビティ、心も体も
頭も、そして地域も活性化する介護予防、スマイルアクティビティ、ね、勉強、実践、発信していきますので、今後ともよろしくお願いします。それではまた会いましょう。さようなら。夫婦喧嘩の最後は、私実家帰る。言ってたな。子供産んで強なったな。病気して、入院して、手術して、元気に戻ってきてくれた時は嬉しかったけど、君はますます強なったな。虹色動画とは、雑草男タカちゃんが親子の力を借り一致団結して大好きな7色に本気で挑戦することによって見事虹色草になるまでのアクセクトの日々をお届けしております。音楽、陸上、介護予防、運動神経向上、筋トレ、自然、そしてダウン、リズミカルガス、みんなで楽しみましょう。はい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 、雨上がり、せーの、虹色ー。